って,いうっていうところになってくるので、まあだから安全第一っていうので安全が確保されてなければ、まあちょっと、うんっていうこともあるし、だらここら辺は本当に難しいですし、だから一回聞いてみてるのもいいのかなっていうので、だからあの、結構ね、遅刻とかに厳しい講師がいるじゃないですか。そういった部分でそのどういう流れで組まれたか。例えば、えー、お客様が、これやっぱ体操とかをね、どのスクールもちゃんとやるっていうのは、 あのまあ、その体を動かしますよってサインで、まあ、体操自体は、まあ、正直科学的な根拠っていうのはですね「気になる!」テニスの疑問質問お悩みにお答えします。 はい。自己肯定感上げるテニスコーチ、加藤です。今回、怪我についてですね。えー、オープンチャントの方からいただいたのでね、お答えしていきたいと思います。えー、こういうボタンとチャンネル登録お願いいたします。まあ、怪我ってしたくないし、えー、しちゃいますよね。ま、だこの怪我の所在責任問題についてですね、ちょっとお話ししたいと思います。えー、ヒデ676、えー、6757さですね。えー、こちらに関しては、あの、一応私の、あの、コメントも返させていただいてるので、えー、なんですけども、まあ、ちょっとですね。 スクールでの怪我に対する保険適用というところですね。はい。えー、先日、スクールにて振り回しのメニューの際、膝に弱感を覚え、その後激痛により走ることができなくなりました。数日経った現在も立ち上がる際、痛みを伴い日常生活に支障をきたしています。 週末に病院へ行け、行き、病院に行き、えー、先生に見てもらう予定です。膝のサポーターなども必要になるのかなえー、質問はレッスン中の怪我に対する保険請求などはできるものなのでしょうかもしできるのであれば治療だけど、サポーターはなど、スクールによって契約している保険が違うとは思いますが、二、また治療にあたっては、スクールに申し入れしてから行くべきか、それとも治療後に相談していいものなのかっていうのをですね、いただいてます。 まあこれ非常に難しいところで、まあ私があのテニスコーチやる前ぐらいですね、大学生の20何年前、5年以上前ですかね。私テニス保険っていうのがあったんですよ。で、そのテニス保険っていうのがなくなったんですよ。で、なんでなくなったかというと、えー、テニス保険に入ってると、ラケットを折れても、故意的に折ろうが、本当はダメなんですよ、ルール上。でも折れた写真だけだとわからないじゃないですか。っていうのがあり、結構テニス保険っていうのは、あのー、当初流行ったんですけど、 でもそれを悪用する人とかがいたりとかして亡くなったと。で、まあ、保険の適用に関してはかなり、あのー、自己責任の部分が大きくなってきますし、まず、あのー、これね、非常に難しい問題で、で、まず、のまテニスクールに入会するときにね、えー、いろいろと、その、ルールおっしゃる通りあると思うんですよ。あのー、保険の適用に関して、えー、原則、あの、自己責任で、えー、お願いしますというので。えー、ただ、あのー、 この場合ね、過失があった場合は、少し、まあ、例えば、レッスン中に骨を折ったとかになってきた場合は、えー、まあ、割と、まあ、あの、そこの契約によっても違うんですけどね。まあ、多分入会の時に書いてあると思うんで、まあ、あの、ニュアンス的にね、えわ、ー、かると思うんですけれども、まあ、そういった場合とかってある程度、まあ、お互い誠心誠意っていうもとで、あの、保険が適用される場合もあったりします。で、まず、あのー、そもそも、 そのレッスン自体がね、まずあの、インストラクターが聞かれるのは、まあ上司とかいるじゃないですか。そもそもそのレッスンは、ちゃんと安全に、えー、まあ要はレッスンの質問メニューも大事なんですけど、まずは安全面で、これいつもお話ししますけど、安全を確保できたかどうかっていうところから、えー、始まるんですね。で、まあそこから始まって、まあその今振り回しって言ってたので、まあこれはあくまで僕の個人的な意見ですけど、いきなり、 はじめの玉出しから振り回しをしますってコーチがやりました。ってなってお客さん怪我した場合は、これ結構レッスン自体の過失になったりする。過失というかレッスン自体が、こう、ちょっとこう、うまく取り行われてなかったとっいうスクール側の責任になってきたりするんですね。だからそういった部分で、どういう流れで組まれた例えば、 えー、お客様が、これやっぱ体操とかをね、どのスクールもちゃんとやるっていうのは、あの、まあ、その体を動かしますよってサインで、まあ、体操自体は、まあ、正直、科学的な根拠っていうのはですね、えー、絶対にやった方がいいってわけじゃないですけど、やっぱり徐々にこう体を慣らすっていう意味では、体操はある程度大事でね、ただ、ま、あんまり体操長すぎたりとか、ね、他でテニスしててもう動けますよっていうお客さんがいた場合とか、いらした場合は、 まあ、あの体操を抜かしてとかね、ちょっと遅れて見えたりすることもね、長い間スクールやったり、いろんなスクールまあ、ね、何人かいらっしゃったりするんですけど。ただ、そのお客さん体操せずに遅れてきて怪我しましたってなった場合は。これは、まあ、お客様の方の問題になったりするので、まあ、そこら辺が結構。 あのネックになってくるかなて、ね、もう現場のインークターはまず言われますこれすもう若かった頃とかはこれさってこうなったけどさってこれどういうレッスンしてたっつってちょっとレッスン書いてみてとかもありますし、ね、会社によって自己報告書上げたりすることもありますしって言ったところが、うんあのー、一番重要でネックになってくるんじゃないかなって個人的にはえ思いますし今までの経験上そんな感じですかねでまあこの66さんの場合も、まあ、ここそのレッスンメニューの前後とかも分からないんですけどもまあそのスクールによって契約 している、ねえー、保険があっておっしゃっててますけどまあ一応その一回言ってみるのも一つの手だと思いますあのそうしていくとまあそのコーチが、まあ、どういうコーチかもよるんですけどもまあ、ある程度まあ、今回こじゃあこっちにもっていうのもあったりもするかもしれないですもう一回聞いてみるとえー、良いのではないかな と思います。で、まあ、以下、こうですね、僕が、あのー、まあね、あのー、LINE の方のオープンチャットにね、入っていらっしゃらない方、テニス、テニスオープンチャットっていうのでね、えー、僕が入ってるんですけども、えー、これね、えー、僕は、あのー、コメント返信した内容なんですけど、えー、コメントありがとうございます。保険の適用に関しては、えー、非常にどちらにおいても難しいところだと思います。えー 私の経験上、基本的に自己責任といった形になることが多くありました。これ私の、あのー、経験と意見ですね。例えば、今回のような場合は、アップもなくいきなり振り回しをコーチがした場合などは、 その保険とかね、スクール側がちょっとそれはコーチ良くないんじゃないかっていうのに該当するケースになることがあるんですね。で、また、あの、所属のレベルによって、ま、解釈が異なれば、例えば、いきなり初級とか初中級のお客さんに、いきなり初級から振り回しね、アップもなしにね、こう、したりとか、ね、こう、様子を見ずにしてしまった場合とかは、やっぱりこう、 ちょっとそれはやっぱりね、低いレベルに合わせて、ね、動けない前提でやんないとダメだったりしますし、そのお客さん全体をね。だからこれを中上級上級になってきた場合は、そもそもレベル的に、このレベルに合わせた内容をしてるから、それについていけないってなった場合は、やっぱり、 まあ結局は現場のコーチが怒られるんですけど、なんでお前この人をあげたのとか、誰がこれ、とベテラン誰がこの人をあげたのとかなってね。まあこの、あの、ヒデさんじゃなくてね、あの一般的にはね、えー、なってくれます。で、えー、もしよろしければ一度スクール側にも伝えてみても良いと思いますと。えー、また所属レベルによってねか、おっしゃる通りスクールが入っている保険等によって変わりますし、スクールの入会時の規約によっても変わるかと思います。えー、非常にセンシティブな問題なので、絶対こうだとは言えないので、申し訳ないのですが、一度聞かれてみても良いか かもしれませんまたそういった方もいらっしゃると思いますね個人的な意見としても youtube、ね、そうなんですねだからあのー、たまにね言い方の問題もあるんですけど、まあ、テニスクールとかねコーチがね遅れて,おいてください丸丸さん」って体操してから入ってくださいってねなんかすっげえカチンッてするようにね言い方する人もいれば入ってくねしてくださいっていうのもあるんですけどそこは結構あるかもしんな、ね、いコーチもコーチもやっぱり現場で任されてる責任上ねある程度で、まあ、遅れてくる人で、ね、大体限れてくるじゃないですか。 で、ね、その人、遅れてきた上に怪我したら、うわーっつってなりますよね。だからそういったところって、だから難しいんですけども、ある程度は、あのー、お客様の自己責任。ね、ある程度は、まあ、なんかあった場合は、まあ、スクールかのっていったことかなっていうのはありますね。ただやっぱり、あのー、お客様によっても、意識の、 違いがあるので、例えば、まあここはね、1対1の関係性なんで難しいんですけど、例えば僕ね、もう長い付き合いのお客さんになってきた場合とかは、もうボレスでね、ボール転がっても多分その人はもう目の前、もうもう視野が広いから、うまい人になればの視野が広くなるから、あ、これあえてわかってるから、もう、 続けた方がいいな。そうしていくと、こんなんかのたングポンってどけてくれたりするんですよ。で、逆に、そんなにこう、関係性が浅いってわけじゃないですけど、ね、あのー、まだ、こう、レベル的にもその高くなかったりとか、まあ、その集中しすぎて周りが見えない人とか、そういった人になってきた場合とかは、やっぱりこう、一回止める必要もあるし、ここら辺って結構難しいし、そのコーチの裁量的な問題も。まあ、あとはその常日頃啓蒙しながらですね、やっぱ1000人近くとかね、500人以上のスクールになってくると、もう1000人超えたらもう必ず、毎月誰かが 気がすするるぐらいのの、えー、状況にね、ままあ確率的なな問題でで、けど、なってくるで、まあ、その時にやっぱ、まあ、常日頃からね、あの、やっぱりこう、ローテーションもしっかり回してお客さんにたくさん運動してもらいたいっていうので、まあね、まあ僕とかまあ若い頃でもどうしたら早く回るかなと思ったらもうアナウンスですね、あ、すいません、じゃローテーションします。そのまま行くんですけど、あの、そのまま行きますけど、あの、自分で危ないと思ったボールはどかしてくださいねっていう、っていうところになってくるので、まあだから安全第一っていうので、安全が確保されてなければ、まあちょっと、 うんっていうこともあるし、だからここら辺は本当に難しいですし、だから一回聞いてみてるのもいいのかなっていうので、だからあの、結構ね、四国とかに厳しい講師とかいるじゃないですか。あとはね、ちょっと強く言われたり。でもまあこう言ったこともあるので、そこはすごい難しいとかろ。で、やっぱり一番真面目なお客さんが、あのー、一番、 あの損害を被らないようにってしていくのがね、周りにもいい影響を与えてて、ねえー、本当にこの人がいるおかげでスクールのね、クラスが成り立ってる、このクラスが成り立ってるってなった場合はね、そのお客さんができるだけ、えー、楽しかったら、ね、まあ、いわゆる利益を享受できるというか、支、ね、払った金額以上にあ満足できたなっていうことがやっぱり大事になってくると思うんで、難しいところなんですけどね。はい。 しないに越した方がいいと思うし誰もしたいと思ってするわけではないのでね、えー、皆さんも気をつけて、えー、テニスに初んでくださいといった私鳥のものない、えー、答えになってしまったかもしれませんが引き続きよろしくお願いいたします今日はこれで終わりたいと思いますありがとうございましたアクションプリケテニスは障害スポーツです初心者の方からプロを目指す方までぜひお待ち申し上げております。 経験豊富な男性女性スタッフが揃っているのはとてもオススメっぽいですではお待ちしておりますアロマンチュー